ポケモンソルジャーの A0 です。えつないです。ついに9月13日に待望の SV の追加ダウンロードコンテンツが配信されます。本当にすぐだね。剣盾コロも DLC の第1弾は月の中旬ぐらいに配信されて、ちょうどねランク場のシーズンのど真ん中だったんだよ。 DLC で新しく解禁されたポケモンっていうのはすぐに使えないけど、その時のルールで既に使えるポケモンも、まあ、何かしらの変化があって、まあ、少しだけランク場の環境が変化したっていうのはあったの。今回は鎧の子と冠の雪原がリリースされたそれぞれの月のランク魔環境に起こった変化を振り返りながら、来たる9月13日の緑の仮面配信日にランク魔プレイヤーが気をつけておかないといけないことを予想しながら考えていきたいと思います。はい。まず、まあ、時系列順に振り返っていきたいんですけれども、2020年6月2日、これは DLC とは関係ないんだけれども、夢特性のガラルゴ3家が解禁されました。やばかったね。いきなりだったしね。実際夢のガラルゴ3系解禁されたら強いよねみたいな話はしてる人いっぱいいたんだけど、まあ全然解禁されることはなく、半年以上過ごしていたら突然解禁された。特に、まあ、エースバーンのリベロ、ゴエランダーのグラスメーカーがめちゃめちゃ強くて、もう一気に環境が変わって、エースバーンは解禁されて3日で使用率が1位になりました。もうマジでごぼう抜きだよね。初日が21位だったからやばい速度だ。リベロエースバーンめちゃめちゃ強かったんですけれども、今の SV 環境で例えるならどれぐらい強かったんでしょうか。今の海流とどっちだ。まあ方向性は違うけどね。うん、いやでも本当に受けようとしたらギャラドスとかアッキカバしか無理だったじゃん。そうだね。そう、なんか型の方差ってのは別にそんな多くはないけど、海流と違ってでもシンプルに受けらんねえし、対面めっちゃ強いしみたいな。あと環境に格闘タイプが全然いなかったから、タイプ1で飛び下げり打てるエースバーンは環境的にも重要が高かったよね。まあ、特にカビゴンかな。やっぱり使用率的にはトップ5に入るようなポケモンだったんだけど、エースバーンが増えて、まあ、かなり使用率的には落ちてって、エースバーンが来たっていうだけで、まあ、これぐらい簡単に環境に影響を与えるよねってことだね。逆にカバルドンとかは使用率19位だったのが最終10位まで上がってるから、まあ、エースバーン受けとして使用率がグッと上がってったって感じだね。一方のゴリランダーは元々と比べれば、まあ、グラスメーカーによって数は増えたんだけれども、まあ、大体使用率10番台止まりだったかな。でも6月1日の時点では使用率50以内にも入ってないからね。そこから比べたら超強化と言っていい。うん。残された御三家のインテレオンはこの2体とはかなり、まあ、距離を空けられてしまいましたが、夢解禁で50位以下からグッと順位上げはしたけど、まあ、30位40位あたりをうろうろするぐらい、めっちゃ強いっていう感じではなかった。では次が2020年6月17日鎧の孤島がついに配信。この時に起こった出来事を見ていくと、まずはアローラ御三家とかリージョンフォームが、ゲーム内で入手可能になったこと。ディグダめっちゃ集めるとかね、あったよね。なんかあるんだろうなと思ったら、まあなんかアローラのポケモンたちが手に入るだけだったっていう。過去作持ってる人にとっては何も意味がなかったんだけど。まあそうだね。ゲーム内で完結できるようになったのはいいよね。二つ目が教え技の解禁。これはかなり環境に与える影響が大きいね。一番強かったのがグラススライダーを覚えるようになったゴリランダー。この鎧の孤島が配信されるまではグラスメーカーではあるけど、グラススライダーを覚えないゴリランダーを使うしかない。今の SV のゴリランダーと同じ。まあそうだね。あ、まあでも10万馬力とかバカ力とか覚えるから今よりはちょっと強いぐらいか。うん。使用率はだいたい10位台をキープしていたところからちょっと上がって、使用率トップ10には入るようになった。最終的には8位、最強の1匹と言われたカビゴンすらも使用率で抜き去るほどの強さだね。しかもこれ最終的には8位なんだけどさ、うん、次の月からルールが変わったから、このルールのゴリランダーは最終的に8番目の使用率っていう感じで終わったんだけど、もう1ヶ月だったら絶対もっと上行ってると思うっていうぐらいには強かった。まあそうだね。ダイジェットで飛行タイプがいっぱいいる環境にもかかわらず、まあ、グラススライダーがめちゃめちゃ強すぎて、まあ、一気に評価を変えたポケモンだね。他の教え技はというとそんなに活躍してなくて、聞いて言うならスピンロトムのライジングボルトとか、あ、ダイマックスを前提として戦うポケモンだからライジングボルトと相性良かったり、まあ、ダブルバトルだとイエスさんはめちゃめちゃすごい影響を与えたらしいですが、まあ、シングルだと、まあ、使いたい人が使う。細かいところだと石炭山のメテオビームとかは、まあ、あるけど、まあ、そんなに活躍することもなく、まあ、たくさん教え技追加されたんだけれども、強くなったのは、まあ、ほぼゴリランダーだけと言っていい。
で3つ目が巨大マックスのガラルゴ3系が追加。この巨大マックスが出るよっていう発表は夢特性解禁と同じタイミングでされたんだけど、シンプルに強化だね。大バーンの晴れとか大草原のグラスフィールド展開とかはなくなったけれども、もう一発目の火力が全然違うからね。威力160、しかも特性貫通だから、まあ、環境にめちゃくちゃいっぱいいたミミッキュとかを化けの皮貫通してワンパンできたり、まあ、もう普通のダイマックスでレースバーンとか使ってる人はほぼいなくて、大体巨大マックスだったよね。そうだね、晴れにする理由としては、大バーンプラス晴れ大バーンだと巨大火球2回の火力をコースから、まあ、その火力でカバルドンを倒そうと か、 なんかそういうことを考える人は巨大にしなかったけど、基本は巨大マックス。ゴリランダーは巨大マックス一択だね。次が、だいぶ時間が経って2020年10月23日、カンブリの雪原が配信。鎧の孤島から4ヶ月後だね。だから SV の DLC 第2弾が出るとしたら、12月とか1月ぐらいになるのかな。まあそれぐらいって予想できるんじゃないかな。このカンブリの雪原が配信されてから何が起こったかというと、まず特性パッチの登場。そういえばここのタイミングだったね。そういえばそう、まあ、だからといって何か新しいポケモンが使えるわけになったわけでもなく、ただ育成環境がちょっと良くなっただけで、2つ目が夢特性の、パッチとかウオの化石ポケモン解禁。今まで夢特性が手に入らなかったんだけど、レードで出るようになったから夢特性が解禁になったと。レードが借りなかったとしたら特性パッチで変更で夢特性にはできるんだけど、実際このケンタデ環境を通して強かったこの化石ポケモンがウオーノラゴンとパッチラゴンだったんだけど、まあ、当時のランクマ環境ではそんなに夢特性のこいつらが活躍していることはなかったらしい。張り切りと頑丈顎が最強の特性だから、まあ、砂かきをメインにっていうものはそこまで多くなくて、まあ、どっちかっていうとタイプ1のダイアイスで雪かき発動させるパッチルドンとかの方が上位禁止ルールでは活躍してたね。実際構築としては最終10位とか15位にこのパッチルドン採用してる人がいて、これはかなりね環境に刺さっていたと取れるだろうし、これ追加されたの10月23日なのもひどいよね突然雪かきパッチルドン環境入りですなんてされてもね、なんかそれがめちゃくちゃ重い構築だったら、おいこんなところで解禁してくんなよって思うしね。あと今まで解禁されてなかった木の実が5つ登場してて、対戦でよく使われるのだとイヴァンの実かな。この中だとイヴァンがぶっちぎりで強いかな。で実際この当時のランクマのシーズンだとイヴァンの実を持ったアシレーヌを採用した構築が最終2位を取っていて、これもまた最終日の1週間前にいきなり追加されたアイテムが環境で猛威を振るったと。イヴァンの実ぐらい強い持ち物になると、まあ、環境に与える影響ってのは、まあ、かなり大きいね。剣盾の頃の DLC の、まあ、歴史を振り返っていたところで、まあ、SV にどういった変化が起こるか考えていきたいんですけれども、まあ、まず現時点で夢特性が解禁されていないようなポケモンは、まあ、今の時代はないよね。そうだね、全部特性パッチで変えられるし、まあ、逆もまあ確かに夢特性から通常特性でも変えられるわけだからってなると、やっぱり追加されるのは、まあ、教え技とか、まあ、未解禁の木の実が解禁されたり、まあ、あと新しい何か要素が追加されるとかぐらいなんだけど、まず木の実から考えていくと現状解禁されてないので強いのある。あ、さっき話したイヴァン、ジャポ、レンブ、ミルクなど、まあ、強いんだけど、それ以上に強いのはアッキとタラプだね。相手の物理攻撃を受けたら防御が上がるのがアッキで、特殊攻撃を受けたら特防が上がるのがタラプ。これはもうなんかヤバすぎる何アッキ海流、まあ、アッキ海流とかタラプ海流はとりあえずなんかシンプルに強いだろうなっていうのは感じて、まあなんか、龍舞羽なんかなんかみたいな、何でも強そう、強いだろうし、あと巨獣王のタラプとかも、まあまあ結局マントで対策されるのは変わらないんだけど、マント以外のところで火力で襲うみたいなことしようとした時に完全に詰むみたいなのは、そうだね、メガネ羽ばたく髪とかで倒そうとゴリ押ししようとしてたらタラプ巨獣王で再生連打で受けられたりして、タラプサーフ号とか絶対強いしな。あーそうだね、サーフ号も結局崩すには殴るしかないっていうところで詰ませられるっていうのは、まあ簡単に起きれそうだな。まあそれを危惧して一旦まだ解禁しないでおこうかみたいな。そうだね、剣立ての時はアッキとタラプってもう最初から解禁されてて、アッキミミッキとかが多く使われたりしてたんだけど、まあ、SV は大変なことになるでしょうという判断を、下したんだろうな。その判断ナイスです。
正直正しい気がする。っていうか解禁していいのかなっていうぐらいには結構強いような気がしてて、うん、てか誰が持っても強くない、まあ、なんかヘイラッシャーとかでも強いんじゃない、タラップヘイラッシャーなんか普通に強いような気がするし、ウェブタ呪いネムネゴとかで強そうだ。テラスタルとアッキーとタラップの相性が良すぎると環境が変わってしまいそうです。レギュレーション D のルールの途中で解禁される可能性があるわけだけど、もうアッキータラップの群れに襲われるようなことは絶対起きるな。そうね、これが一番やばいか。うん、多分一番やばい。あれもあったわ、アッキークエスパトラとかもやばいわ冷静に。ああそうだね、まあアッキー対策に吹き飛ばし電流必須みたいな。まあそうだね、電流とかの価値はだいぶ上がりそうだね。え、だってディンルーカタストロフィーでタラップも食わせれるよ。おお、無駄に無駄にね。確かにすごっ、えらいディンルーすごいわ、最強だ。テラバーストは物理で殴るときはアッキー発動するか。まあさすがにそうじゃない。そうだよな、でも通常テラバースト打ったらタラップ発動させれるな。タラップ確定してないのでステラバなんて打ちたくないけど、そういったこともひょっとしたら出てくるかもしれないですね。でさっき言ってたイバンはどうなん。まあイバンも普通に強いんじゃないのって思うけど、なんかそれこそディンルーとかに持っても良さそうだし、今早くて柔らかいポケモンが多いから、神包みパオジアンとか、うんうん、一体倒して死に出しで出てきた神とかパオジアンに対してイバン発動してそのまま持ってくみたいな。そうだね、なんかパオジアンとかは HP が少ないポケモンに対して先制技を打つのを強制されるようなパターンは結構ありそうで。そうだね、イバンは先制技よりは遅いから、イバンケアの先制技読みなんか交換みたいなことしてイバン取っとくやつね。うん、そうイバン取っといたり、逆に別にイバンじゃないけど相手のケアを読んでみたいなのでアドバンテージ取ったりみたいなこともありそうだから、まあちょっと早いポケモンめっちゃ強い環境だからバランス調整であってもいい。うん、イバンは結構あっても楽しそうだなって思うけど、でも対カイリュウよりはあんま行けなさそうなんで。新速早すぎ。イバンあと誰だね、まあ頑丈巨人とかにイバン持たせるのはなんか、ああ死に際に塩漬け入れとくみたいな。ステロ巻く巨人だと劣化持ってみたいなのとかいるけど、まあ、イバンとか全然あり。うん、イバン、イーユイ、ドドゲザン、イダイトウ。あー、イダイトウね、確かにイダイトウ強そうだな。イダイトウありだね。あ、イダイトウいいね。イバンプラスアクアジェットでパオジアンの冬打ちより上からみたいなのとかもなんかありそうな気がするな。うん、うん、最速のアクアジェット使いになっちゃう。そう、剣盾の頃よりはこの木の実解禁で環境への影響っていうのは大きそうな。そうだね、なんならジャポとかもねパオジアン対策にめちゃくちゃ強かったりしそうだしね。確かに、助け潰してね。そう、つらら落としが非接触なのを許さないジャポのみ誰だみたいなのは絶対あると思うから、ピンポイントだけどワンちゃん、まあ、教え技だけどこれは青の円盤だっけ、うん、で早手返しとサイコノイズが来るのは確定してるから、まあ、どうせこれも教え技ということで緑の仮面では来ないけど、まあ、何かしらは来るんでしょう。教え技じゃなくてもいっぱいいろんなポケモンが解禁されるわけだから、落とし物が増えて技マシンがみたいなパターンはまあゼロじゃないだろうし。おお、そのための技マシンマシンか。でもあれだよね、なんかミドカラスがさネット打ってるシーンあったじゃん。うん、あれは青の円盤なんだよ。あ、そうだね。だから、まあ、緑の仮面、まあ、第1弾の方では、まあ、ネットは解禁ないんだろうなとは思うけど、新技に関してはまたちょっと別の動画で話すんで、今回は、まあ、なんかありそうだねということだけ言っておきます。あった時に簡単に変わる。あとは新アイテムなんだけど、これは DLC ではなんかヤドンの進化アイテムぐらいしか来てなかった気がする。そうだ、あとまあ大キノコとか。あ、そうそうそう、まあでも対戦環境に影響っていうものは、まあ、特にないかな。うん、まっさら持ちとかもいやそれは便利なんだけど対戦環境に影響っていうわけではないから。 SV のさ新アイテムを見た時にクリアチャームとか隠密マントとかさ地味アイテム多かったからさ、うんうん、そんなん DLC で対戦環境調整のために期待したら面白いけど、めっちゃ地味アイテム。いや多分みんな欲しがってんのは一撃無効だよ。一撃無効、アンコール無効。アンコール無効はそれはメンタルハーブがなかった。メンハーあるからな。そこまでやってくれたらちょっとビビるけど、新アイテムは剣盾のこと考えると、まあ、あんまり期待できないけど来てくれたら嬉しいし、まあ、強ければ強いほど環境は一変しかねない。シンプルにタスキぐらい強いアイテムが1個来たら、まあ、そりゃもう環境変わるからね。もう壊れちゃうね。特に、まあ、期待ができるのは、まあ、木の実解禁ぐらいで、まあ、技とか新アイテムに関しては9月13日の緑の仮面ではあまり期待ができなそうという感じかな。1個今ふと思ったんだけど、まあ、多分ないかなとは思うんだけどさ、
ジュラルドン進化するわけじゃん。うん。したらさ、ジュラルドンは進化の奇跡がさ、反映されるわけじゃん。うん。すでに解禁されてるポケモンに進化後が来たらさ、ああ。いきなり奇跡が乗るみたいなことは、まあ、可能性としてはゼロじゃないけど。ありえるね。いきなりトリトドンに進化後来るとか来たら。わあ、めっちゃ強そう。進化後のポケモンは、レギュレーション D ルールでは使えないけど、奇跡トリトドンはレギュ D で使えるわけだから。そうだね。まあ、今のところ、進化後発表されてるポケモンが、まだ未解禁のポケモンの進化後だから、まあ、可能性としてはちょっと低そうかな。ということで、今までの DLC が配信されたその直後に起こったランク、まあ、環境への変化を振り返って、まあ、来月の予想をしていったんですけれども、実際アッキとかさ、タラプ来たらさ、うん、おもろいと思う。確かにね、シーズン1始まる前かな、クエストバトルを使おうとして、なんでアッキないんだよとは思ったんだけど、思いはしたんだけど、実際問題来たらやばいかなっていう。そう、来るにしても緑の仮面じゃないような気がすんな。青の円盤でなんかもっとめっちゃ強いポケモンがワンサカワンサカ来て、伝説解禁されてなくても大怪獣バトルみたいになってる時に解禁して、やまあいいかなみたいな。みんなが強いポケモンを出し合うから、強いポケモン同士が戦ってる、もうすごいカオスな感じになりそうだね。今のレギュレーにポンってアッキ来られたら困っちゃうね。また海流サーフ号になっちゃう。海流サーフ号と相性良すぎだからね、両方と。水流連打、半減テラスのやつにアッキ持たせて、回復技あったら強いんじゃないですか。うん、それでお手軽だね。水テラス、アッキ、海流、龍舞羽、竹登り、なんかみたいな。まあ、何が言いたいかというと、まあ、DLC 発売されたらすぐにね、ランクマ環境を一変しちゃう可能性もあるから、最終日にイヴァン・イーユイに初見殺しされて負けちゃったってなるから。まあ13日でね、半分よりか手前で配信してくれてるから、9月の前半ポケモン以外のことして、もう後半命かけるみたいな感じでもいいような気するけど、うん、どうせ少なくとも少しは変わるからね、環境。何にせよもうすぐ配信なんで、楽しみに待ちましょう。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。お願いします。